からだ。半グレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。だからこの2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。分かった、その勝負受けて立つぜ。行くぞ白樺。来い海藤さん。ぶっ飛ばしてやるよ。うらうら、勝ちだ。文句はねえな。ええ、すっきりしました。すごく。ほんと男ってバカだよね。
それであなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな。意外と片付いてるってのは悪い。ありゃ嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。風呂はカビが生えてる。え？引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが一緒に来るか。